ですか。上越線が、はい、高崎みなかみ間が運転見合わせと、高崎村上間が、みなかみです。あ、みなかみ間です、ね、はい、はい、それからあとは吾妻線が動いてないっていう、吾妻線が運転を停止している情報が入っていると、いうことですね。はい、はい、大変な状況の中ありがとうございました。はい、この後もどうぞお気をつけて対応ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でございます。群馬県の渋川高校の若井校長先生に話を聞きました。今日午後3時27分ごろ、群馬県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは群馬県渋川市で、震度4はいずれも群馬県の前橋市、桐生市、伊勢崎市、沼田市、吉岡町、それに東吾妻町でした。また震度3を茨城県取手市、群馬県高崎市や栃木県の佐野市、千葉県野田市、さいたま市北区などで観測しました。このほか震度2や1の揺れを関東甲信越の広い範囲や福島県の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。震度5弱の揺れを観測した群馬県渋川市の渋川広域消防本部によりますと、午後3時40分現在、被害の情報は入っていませんが、引き続き被害がないか確認を続けているということです。また政府は午後3時半、総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、関係府省庁や地元自治体などと連絡を取り、情報の収集や被害の確認などに当たっています。気象庁の情報です。群馬県で震度5弱の強い揺れを観測した地震について、気象庁は今日午後5時半から記者会見を開き、防災上の注意点や今後の地震活動の見通しについて説明することにしています。では震度4を観測した前橋市から柳沢カメラマンに伝えてもらいます。はい、私は今群馬県前橋市にいます。20分ほど前に5秒ほど下から突き上げるような揺れを感じました。現在の市内の様子です。信号機等に特に異常は見られません。また街中走っている車も普段と変わらずに走っているように見られます。また私が歩いていたところ、特に地面とゲットは見られませんでした。以上、前橋市からお伝えしました。前橋市内から中継でした。この映像を見る限り車は走っているように見えます。また道路も亀裂などがなく、はい、信号もついているように見えます。映像を見る限り大きな変化ありませんが、ただ揺れが強かった地域では物が落ちたりですとか、ガラスが割れたりしているところがある恐れがあります。どうぞ行動する際は怪我をしないように、足元など十分注意をして行動するようにしてください。 JR の情報です。 JR 東日本によりますと、地震の影響で上越線の高崎駅と水上駅の間の上下線と、吾妻線の渋川駅と大前駅の間の上下線は午後3時44分ごろから運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、地震の影響で上越線の高崎駅と水上駅の間の上下線、そして吾妻線の渋川駅と大前駅の間の上下線は午後3時44分ごろから運転を見合わせています。NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社によりますと、これまでのところ、先ほどの地震による携帯電話の基地局などの被害はなく、携帯電話の通話や通信への影響はないということです。また、通話の集中による通信障害も今のところ起きていないということです。今日午後3時27分ごろ、群馬県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは群馬県渋川市で、震度4はいずれも群馬県の前橋市、桐生市、伊勢崎市、沼田市、吉岡町、それに東吾妻町でした。また震度3を茨城県取手市、群馬県高崎市や栃木県佐野市、
千葉県野田市、さいたま市北区などで観測しました。このほか震度2や1の揺れを関東甲信越の広い範囲や福島県の各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。震度5弱の揺れを観測した群馬県渋川市の渋川広域消防本部によりますと、午後3時40分現在、被害の情報は入っていませんが、引き続き被害がないか確認を続けているということです。また警察の情報です。茨城県警察本部によりますと、先ほどの地震で午後3時50分現在、茨城県内ではけが人などの被害の情報は入っていないということです。警察は引き続き被害状況の確認を進めています。気象庁の情報です。群馬県で震度5弱の強い揺れを観測した地震について、気象庁は今日午後5時半から記者会見を開き、防災上の注意点や今後の地震活動の見通しについて説明することにしています。また気象庁によりますと、群馬県内で震度5弱の揺れを観測したのは4年前の平成26年9月16日に茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.6 の地震で、前橋市や伊勢崎市などで観測して以来です。先ほど午後3時27分ごろ、関東地方で最大震度5弱の強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を群馬県の渋川市で観測しています。ではその群馬県渋川市内に入った佐藤カメラマンに伝えてもらいます。はい、私は群馬県の渋川市、地震が経ってから40分ほど経って群馬県渋川市に到着しました。渋川市内では、家が崩れたりなどの異常は見られませんでした。信号もついていて車の流れもいつも、異常なく流れています。群馬県の渋川市内の現在の様子、佐藤カメラマンに伝えてもらいました。この映像を見る限り、そして今映像が変わりました。前橋市内の、NHK 前橋放送局の前に、の道路です。こちらでは、地震から30分ほど経ってますけれども、車は、通常通り通っていて、信号が、滅灯していたりするような状況は見られません。警察や消防によりますと、今のところ、怪我人などの被害の情報は入っていないということです。ただ県によりますと、前橋市内で、瓦が落ちたという、情報が入っているということで、今確認を急いでいるということです。群馬県前橋市内から中継でした。今日午後3時27分ごろ、群馬県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を群馬県渋川市で観測しています。地震の情報